お疲れ様でございます。少子高齢化が進む昨今、子供家庭庁なる省庁を作ったんですけども、一向に留まることがありません。その原因ってのは、私が考えるところ、少子化を止めるためには、生まれたお子さんに手当をするっていう制度ばっかり今進めてるんですけども、そうじゃなくて、まあ、子供がもっともっとね、生まれるように、生みやすい環境、これは男性にしても女性にしてもです。例えば、 お金がないから、プロポーズを躊躇する男性がいるとしたら、お金を上げてしまえばね、じゃあ、このお金でもって結婚生活当面やっていきそうだから、好きな女の子と付き合って、ちょっとプロポーズしようかなっていうチャンスが生まれると思うんですよ。あとは、例えば、結婚一時金でお祝い金を出すとすると、まあ、女の子もね、まあ、ちょっと気が乗らない人でも、まあ、とりあえず結婚生活してみようかっていうふうになるかもしれません。様々な理由は考えられますけども、大きな原因っていうのはね、 生まれた子供に手当てをするってところばっかり子って家庭庁なり、まあ、少子化対策が重点を置きすぎていてそもそも恋愛とか結婚するためのモチベーションを沸かすためのお金をもっとね独身の男性とかに特に手渡すってことをしなければやっぱり気前よく女性におごるとかね車を買ってその車の維持費に当ててそれでドライブデートをするみたいなことがなかなかできないと思うんですよ。ただ そう考えてるのはもしかしたら私たちだけなのかもしれませんこの度ね岸田総理がこんなことを考えてるよっていうふうな新しい税制の中に独身税ってのがあるそうなんですよ独身税ってのは昔何回かどっかの国で実際に運用されたことがあったんですけどもこれをねどんな理由で独身税をつけるかっていうと岸田総理が言うのは、まあ、これわかんないです岸田総理本人が言ったわけじゃなくてそういうふうにね この風の噂で聞いたんですけども結局独身でいることが負担になるっていう風な考え方になってもらうために独身男性に限って課税するそうなんですよ。で、独身男性でも結婚後30年40年経って高齢者になって、えーまあ、お一人になる分にはちょっとね、あの問題があるんでだから20代30代の独身男性に課税するっていう風に考えてるみたいなんですけども どうなんですか本当ですかねそうなると確かに独身でいたら金がかかるから結婚して独身課税を逃れようみたいな考え方にはなるかもしれませんけどもただなんでそこばっかり行くのと私は思うわけですよそうじゃなくって別に独身男性に課税をしてね罰を与えるんじゃなくて結婚したら経済的な心配が和らぐよっていうふうなインセンティブを与えるとやっぱり男女ねバラバラに暮らしてるよりも一緒になって 懐を一つにして、冷蔵庫も一個で済むし、賃貸も一つの部屋で済むし、そうなると、いろんなものがね、二人で力を合わせて経済的にやっていけるみたいなところに、さらに政府からのおめでとうっていう支援金が出たりとかね、結婚後3年間はずっと毎月3万円をカップルに振り込みますみたいなのがあったら、良くないですかだから、 おかしなね、税制をね、作るんで、採用するんじゃなくって、もっと応援するためにさ、投げ銭をくれってやつですよ。ね、民間では投げ銭が行ったり来たりしてるのに、なんでね、岸田総理の方が投げ銭じゃなくて、さらにはぎ取るんですかと。追いはぎじゃないかってことですよ。まるで瀕死の病人から布団を剥ぐ手口。それが岸田税制だと思うんですけども、いや、実際に独身税ってのをね、検討してるとしたら、もう鬼ですよ。悪魔ですよ。まあ今回ね、 独身税が正当化されるとしたら、どんな立て付けになるのかってことを AI に聞いてみましたんで、ちょっと一緒に考えていきましょう。こちらの方お願いします。まず一つ目です。ありがちなんですけども、社会保障制度の財源確保のために、独身男性に課税しようということですよね。じゃあ、持てないさはどうすればいいんだって話だったり、例えば同性愛で同性婚が認められないから、 パートナーは同性ながらいるんだけども、こういう人はどうなるんですかとかね。まあそんなこともありますけど、それはまあ別で論じましょう。お今回はここに書いてある通り、社会保障制度の財源確保のために独身断性に課税するっていうことがもし行われるとしたら、どんな理屈だってことですよね。読みます。近年日本社会は急速な高齢化が進み、社会保障制度の持続可能性が議論されています。医療費や介護費の増加は国民負担の増大にもつながっており、 将来的に大きな課題になると考えられています。独身男性は結婚している男性に比べて平均寿命が短く、医療費や介護費の負担が少ないという統計があります。これそうなんですよ。独身男性の平均年齢は67歳なんですよ。で、結婚している男性の平均年齢は81歳なんですよ。13年ぐらい違うんですよね。もちろん67歳で男性がお亡くなりになると、年金も受け取りは0円です。ね そういうことを考えても結婚する意義っていうのは十分あるような気がするんですけどもねちょっと文章戻りましょうかそのため独身男性に課税することで社会保障制度の財源確保に貢献できると主張する意見がありますまあそういう意見もあるってことですよね正しいのかどうかはわかりませんで反論です当然反論ありますよね独身男性の医療費や介護費が低いという統計は必ずしも正確ではないという指摘がありますうん二つ目 収入や資産状況など、個人の事情を考慮せずに課税することは公平性に欠けると批判されています。その通り。ね。あの、独身でいるか結婚するから個人の自由でしょってことなんですよね。独身男性は社会保障制度の恩恵を受けていないのに、負担だけ強いられるのはおかしいという意見もあります。これが最も強いですよね。独身男性ははっきり言って、何の援助ももらえないんですよ。なのに負担ばっかり集中してるんですよね。まあ、この上独身税みたいなもんで、 追い詰めてくれるなってことかもしれません。はい、次です。子育て、育児の負担軽減。これはどういう意味なんでしょうね。日本では少子高齢化が深刻な問題となっています。政府は出生率の向上に向けた様々な対策を講じていますが、十分な効果が出ているとは言えません。独身男性に課税することで得られた財源を、子育て支援や保育サービスの充実などに充てることで、出生率の向上につながると主張する意見があります。 本当かな <laughs> 反論。子育て育児は夫婦だけでなく社会全体で支えていくべきだという意見があります。うん。独身男性は子供を育てる責任を負っていないのに子育て支援に負担を求めるのはおかしいという批判もあります。ああ。独身男性の収入や資産状況によっては課税による負担が大きくなりすぎるという懸念もあります。確かに、どれも納得できる意見でもありますし、しかし、十分に納得できない部分もあるかなっていうようなね。 にに流し、に短しす短っていうことですかね。はい、三つ目行きましょうか。これが最後です。社会貢献度の差による課税。うん。結婚している男性は家族を養い、社会に貢献する責任を負っているという考えに基づき、独身男性よりも高い税金を課すという提案があります。おん<ー>。反論。婚姻歴や家族構成だけで社会貢献度を判断するのは適切でないという意見があります。確かに。 独身男性であっても、仕事やボランティア活動を通じて、社会に貢献している人はたくさんいます。そうですね。このような課税は、独身男性に対する差別につながるという批判もあります。これは大きいでしょうね、きっとね。はい。で、このようにくくられております。独身男性に課税する際は、単なる税制改正ではなくて、社会全体の価値観や倫理観にも関わる問題です。導入に向けた議論は慎重かつ丁寧に行う必要があり、 国民の納得感を得られるような制度設計を求められますということなんですけども、到底納得できないですね。まあ、岸田総理がね、独身には課税するぞって、これ言い出しかねないわけですよ。もしくは、メガネをかけてない人には課税だとね。メガネをかけてる人はメガネのコストを一生涯にこれだけ払ってるんだと。不公平だと。メガネをかけない人はその分だけ経済的に楽なんだから、社会に恩恵を還元するべきじゃないかっていうようなね、乱暴なことを言い出しかねないぞと、岸田総理。早く自民党に、 ゲアしてもらわないといけないですね。というか解散してくださいよ、犯罪者集団ね。逮捕じゃ、自首じゃん、みたいな感じでございます。それでは、ありがとうございました。